皆さんこんにちは。 YouTube で学ぶサンシャインカービングレッスンチャンネルです。今日は石鹸を彫刻してソープカービングの作品を作りたいと思います。サンシャインスクールソープカービングレッスン60番目のデザインを仕上げていきたいと思います。石鹸はペリカン石鹸を使います。まず石鹸のロゴの部分を切り取ります。このナイフは100均とかで売られているフルーツナイフです。ロゴを切り取ったらまず花芯を作ります。今回はソープカービングレッスン60番目、基礎レッスンの一番最後のレッスンになるので、いろんなデザインを盛り込んだものを作っていきたいと思います。で、花芯用リングはこのサンシャインスクールのオリジナルのリングを使います。これがいろんな形が、小さいものから大きなものまでいろんな形が揃っています。で、これ深さも結構あるので深い花芯を作ることができます。今回は小さいものから2番目の花芯リングを使用します。この花芯用リングはサンシャインスクールのオリジナルのものなので、インターネット上からも申し込めますし、お電話でご注文することもできます。はい、で、このリングを石鹸の真ん中に合わせます。真ん中に、これがずれちゃうとお花全体、デザイン全体がずれてしまうので、真ん中に合わせたら親指で均等に下に押します。で、深い花芯が作りたければこの時深くすればいいし、浅い花芯の時は浅く作れば大丈夫です。で、すんなり抜けますので、抜いたらもうこの時点で、花芯用の90度の切り込みができている状態になります。初心者の方とかはこの切り込みをするのが非常に難しいし、困難で仕上がりが汚くなってしまったりするので、まあ、慣れるまではこういったリングとか使われると仕上がりが綺麗なお花、また花の形が整ったデザインを作ることができます。で、90度に切れていますので、斜め45度から面取りをしていきます。まず中心に花芯を、小さな花芯を作って、バラの花を作っていきます。もうラインが入っているので簡単に綺麗な花芯を作ることができます。花芯用リングはまとめてカービング教室をされている先生なんかまとめていただくと、ちょっと割安で購入することができます。はい、で、内側も少し面取りをします。中の中心のラインが綺麗に入っているので、面取りの角度を間違えなければ綺麗な花芯を作ることができます。内側に5枚の花びらを作ります。まず1枚目の花びらを作ります。で、手前を面取りをします。2枚目の花びらを作ります。内側を面取りをします。3枚目の花びらを作ります。内側を面取りをします。4枚目の花びらを作ります。内側面取りします。5枚目の花びらで1周します。5枚目の花びらの間に次の2段目の花びらが来るように、バラの花を巻き込むように花びらを作っていきます。基本は1段、5枚を巻き込むような感じで作っていくんですけど、内側は掘れるところまで掘っていきます。
で内側の花びらが出来上がったら今度外側の花びらを作ります。外側の1枚目の花びらを作ります。外側を面取りをします。花びらを後ろから2枚目の花びらを重ねていって面取りをします。3枚目の花びらも巻き込むように作っていって後ろを面取りします。5枚目は一番最初の花びらの後ろ側に来るように作っていきます。そして後ろを面取りをします。1段目の花びらができたら少し後ろを面取りして2段目の花びらが作りやすいように面取りをします。はい、外側2段目の花びらを作ります。周りにハートを作っていくのであまり花びらを倒しすぎないように作っていくのがこのデザインのポイントです。4枚目も同じように花びらを重ねていって後ろを面取りします。花を1枚目の花びらの後ろにくっつけます。はい、そしてここが歪みがないように丸く整えていきます。丸く整えたら8等分します。ここに等分のラインをカットしていきます。このカットがきれいにならないとハートが小さくなったり大きくなったりするので気をつけながら等分していきます。8等分カットできたらここに少し丸みを帯びた V カットを入れていきます。放射線状になるように気をつけながらカットしていってください。少し丸くなるようにですね、ハートの周りの部分になります。ハートの周りというか外側のカーブの部分になります。はい、8等分に入れたところで今度はこの内側真ん中の部分に等分を入れていきます。ハートの真ん中の部分になります。ちょうどハートの内側の部分になります。8等分の間を等分を入れていきます。でこの8等分の等分の入れたらここにハートを作っていくのですが、今回はハートの下にちょっと丸いラインとかを入れていくので、ハートが大きすぎるとここが詰まってしまうので、ハートが横にちょっと向くようにここのラインを少し削っていきます。ここからここまでのラインを短くしていきます。ハートの横の部分が切れちゃいますというご相談とかもいただくんですけど、ここをちょっと切り切って平らにしてあげるとハートのラインもきれいに作ることができます。
今度はハートをくり抜いていきます。可愛く S ラインになるようにハートをくり抜いていきます。でここに石鹸カスがたまらないように注意してハートをくり抜いていきます。何回もやってしまうと石鹸カスが出たりするので1回でくり抜いていきます。今回でこのソープカービングのデザインは60個で、サンシャインスクールのソープカービングの基礎コースはこれで終了になります。で YouTube ではここまで最初やろうと思ってたんですけれど、やっぱり続きもやってほしいというご要望もあり、もともと生徒さんのサンシャインスクールに来られている生徒さんが帰った時にどうやってやったかわからないとかっていうことが結構 ありましたので、お家でも復習ができるようにと思って復習目的でこれはやり始めたんですけれど、生徒さんだけではなくいろんな方が見ていただいて、もっと他のデザインも見たいとかって言ってくださるので、ここで終わりではなくて引き続きまたカービングレッスン続けていこうと思います。でこれの後はデザインコースの60個になります。でそのデザインコースの60個が終わったら今度はプロコースの60個に入っていきます。その後は単発レッスン用のが何百個かあるので、かなりデザインがありますので、続けてもしよろしければご覧ください。はい、こんな感じで綺麗にハートをくり抜いていきます。くり抜いたハートの今度ハートの形を今度は整えていきます。このハートの形を整えて切り込みを入れていきます。綺麗なハートを作っていきます。あとはそのソープカービングだけ見たい、フルーツカービングだけ見たい続けて見たいとかいろんなご要望がこの YouTube じゃなくて Facebook やインスタとか のメールとかのメッセージとかでいただくことが多いんですけれど、この YouTube のトップページを見ていただくと再生リストというのを作っておりますので、その再生リストの方にソープカービングをまとめたものやキャンドルカービングをまとめたものやフルーツカービングをまとめたものやお野菜のカッティングをまとめたものや、今今日の段階でも500どれだけか上げていますので、探すの大変なのでリスト別に作ってリストにまとめていますので、お好きなリストを見ることができます。はい、今度は下をカットします。面取りをしていきます。ハートの下を面取りをするとハートが綺麗にこう浮き上がってきます。あとはもう以前から言ってますように登録者1万人いったら無料でライブでレッスンを定期的にやるっていうお約束をしているので、そのライブの準備もしたいと思っています。今ライブのやり方がちょっといまいち分かっていなくて、ちょっと何回かちょっと失敗するかもしれませんけど、気長にお付き合いください。ずっと今後もやっていきたいと思いますので、この先を少し尖らせます。カービングのタイの、留学のこととか、そこでどういうことがあるとか、いろんな、人間関係の話とか聞きたいという方もいらっしゃるので、もうそういったものも全部オープンでお話ししたいと思います。私が体験してきた部分に関してはオープンでお話ししたいと思いますので、楽しみにしてください。はい、ハートができたらその下に並々で丸い並々と入れて丸くここをくるんと開けていきます。両方から並々で
持ってきて、くるんとここに穴を開けていきます。でこれを全部なみ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 くるんとナイフを回して穴を開けます。この穴を開けたところはどうするかというと、しっかり横から折り返してデザインを作っていきます。こっちもそうですね。くるっと回してハートの下の可愛い丸を作っていきます。まずはなみ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 くるんと開けていきます。両方から作っていきます。なみ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 くるんと開けていきます。フルーツカービングの方も最初はもうこんなにこう続けてするつもりはなかったので、ソープカービングの方は順番にやってたんですけど、フルーツカービングはもう好きなものを掘って好きなものをあげるっていう感じだったんですが、フルーツカービングだけやられてる方がやっぱり基礎から乗せてほしいっていうことだったので、最近からフルーツカービングの1番から今20何番目ぐらいまでできてますけれど、それを週1で作っています。キャンドルカービングも10パターンぐらい作っていて、あとはその季節的な、今であればクリスマスキャンドルみたいなのをやってくださいというご要望もあるので、この間にこう差し込んでいきたいと思っています。なんか記念日とか贈り物の要望はすごく多いので、はい、では丸く切り込みを入れて下のハートの下につなげます。ハートの下につなげます。あと今ご要望が多いのがアレンジメントの作り方ですね。アレンジメントの作り方とブーケの作り方もご要望が非常に多いので、おいおいそちらの方も動画でご説明できたらいいなと思っています。ブーケとかも結構時間かかるので、ライブでやってみようかなとも思うんですけれど、はい、で後ろを面取りをします。その時にここが切れないように、この丸、ちっちゃな丸のところが切れないように取っていきます。ちっちゃな丸が切れないように注意して面取りをします。取れやすいので、このちっちゃい丸が取れましたという方が結構多いので、ここを注意して面取りをしていきます。はい、全体に浮き出てきたら、この内側を丸くくぼませていきます。2段にレースを入れていくので、ちっちゃくくぼませていきます。まずは1段目をちっちゃくくぼませます。はい、ちっちゃくくぼませたところに丸い小さなレースを作っていきます。ちっちゃい丸いレースを作っていきます。せっかくくぼませているので、ちょっと丸くなるようになみなみを入れていきます。はい、なみなみが入ったらもう一段下を取ります。なみなみレースの下を面取りをしていきます。これもちょっとくぼませ気味に面取りをしていきます。ちょ
っとくぼませたところにレースを入れる方が仕上がりがとても可愛いです。丸みをつけてレースをつけた下にもう一段なみなみでレースを作ります。丸く可愛いレースを二重に作っていきます。二重でレースができたらその下を面取りをします。下もちょっと丸みを帯びるような感じで面取りをしていきます。はい、面取りをしたら一番最後にこのハートの下のところに切り込みを入れます。8個切り込みを入れます。8個切り込みを入れたらこの切り込みから切り込みの線に向かってくぼませて上がって下がる S 字の土台を作ります。切り込みのところから切り込みのところまでくぼませて一旦上がって下に下がる、こういうふうに S 字のラインになるように作っていきます。くぼませて上がって下がる、くぼませて上がって下がる。これを1個練習するとバラもハートもレースもこの S 字も練習できるっていう形にデザインしています。8個このくぼませて上がって下がる S 字の土台を作ります。はい、作ったらこのハートの下のところからなみなみでレースを作っていきます。丸く作っていって下に降りる、この下のところから少し丸くくぼませながら下に降りる、この S 字のラインを8個作ります。8枚この S 字のレースができたら下をこのラインに沿って面取りをしていきます。 S 字のラインに沿って面取りをしていきます。そうするとここの S 字のラインが下でつながるように、あとはもう面取りはしなくていいので、これをデザインのように仕上げていきます。無駄なものが出ないように作っていきます。はい、一周したらこれで仕上がりです。あとはもう削ることがないのでこのまま使うことができます。はい、この動画がお役に立ちましたらグッドボタンやチャンネル登録、またコメントもお待ちしておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。